こんにちは。はい、始まりました整備学園チャンネル。今日も楽しくやっていきましょう。今日はですね、整備学園蘇我校の校舎案内をしていきたいと思います。整備学園蘇我校はですね、 JR 蘇我駅から徒歩1分のところにありますので、早速校舎案内していきたいと思います。それではやっていきましょう。整備学園チャンネル、はい、始まりました。若林先生が校舎ご案内していきます。 JR 蘇我駅から改札を出て西口に進みます。そのまままっすぐ進んで、最初の階段ですね、最初の階段を降ります。この階段ね、結構急なので、皆さん気をつけて降りてくださいね。階段を降り終わったら左側に曲がります。ここでまたまっすぐ進んでいきます。結構開けてる場所ですね。あ、ちゃんとね、右左確認して渡り切ったらまっすぐ、まっすぐ、はい、ここが蘇我校の校舎になります。では校舎の中に入っていきましょう。校舎に入ったらエレベーター、ポチッ、エレベーターがあるんですね。はい、エレベーターに乗ったらそのまま3階に上がります。3階ですよ。はい、着いた。3階でぐるっと回って整備学園蘇我校到着です。みんな来てね。整備学園チャンネル、ラララララララ。